おお、いいところに来てくれたよ。ちょうどあんたらにお願いしたいことがあるんだ。町の近くに落ちた空飛ぶ船のことを聞いたか？遠目には残骸しか見えやしないんだけどな。その噂を聞きつけた物取りが集まっているみたいなんだ。それは物騒なことになりそうだな。そうなんだよ、のんびり街道を歩けない有様さ。おまけに奴ら見入りが悪いのか知らんが、腹いせに街道で人を襲っていやがる。そこで墜落した空飛ぶ船に行ってあいつらを追い払ってくれないか？ああ、もちろんだ。任せてくれ。頼もしい言葉だ。嬉しいね。それじゃ頼んだよ。このような場所でお前たちと再会するとはな。ランズデール、こんな場所で何をしているんだ？軍王陛下が生きているはずがないと分かっていてもついな。アダマスか。ちょうどいい。老人の栗ごとに付き合ってはくれんかな。ロンズデイルよ、今日こそ我が妖精への答えを聞かせてもらう。今のホログラード軍は弱い。だが我が波動のためには盛況無比な軍団が必要だ。改めて要請する。お主に兵たちを鍛え上げてほしい。確かここでしたな。アダマス軍王陛下と初めてお会いしたのは、亡き父君から陛下の剣術師範を頼まれた時はまだとても幼うございました。それが今や立派に国を率いる王へとなられた。きっと父王も安心のことでしょう。私などいなくとも陛下なら必ずや軍をまとめ上げられます。しかし感じるのです、陛下の目に別の意志を。そう感じるのも道理であろう。だがこれも世界を導くためだ。陛下は一体何を考えておられるのです？小国が乱立している現状では戦が絶えぬ。その泥沼の時代にホログラードが終止符を打つのだ。これはアスタリスクと呼ばれる魔石だ。これを持てば一騎当選の力を得ることができる。その力をもってして我が軍を率いるのだ。さあ我にその力を捧げるのだ。確かに小国の乱立は戦乱の種となる。しかし陛下の考えは危険すぎる。いや、だからこそ一番近い場所で見守るのが私の役目なのかもしれぬ。そして亡き先王との約束。さあロンズデイルよ、何を迷っている？我の求めに応えよ。さあ御意。ホログラード軍に属していたのはアダマスの暴走を止めるためだったのか？その役目を果たしたのはお前たちだったがな。
なんだ、先客がいるじゃねえか。ここは俺たちの縄張りだ。持っているもんを全て置いてさっさと出ていきな。やれやれ、面倒元に巻き込まれたか。よかろう。聞き分けが良くて何よりだぜ。勘違いするな。相手にしてやると言ったのだ。スローンの志を継ぐ者たちよ、背中は任せるぞ。我が輩の力見せてやろう。大したことないわ。どうするか。それでは最上なる癒し。助かった。予想通りね。よし、やるか。魔力がみなぎる。兵器だ。大したことないな。大したことないな。行くか。さて、やっちゃまだ。行くわよ。へい、行くわよ。はぁ、受けてみなさい。旅もいよいよ終盤か。よっしゃ。命ばかりは助けてくれ。行け。どうして逃がしたんだ。あいつがな、俺の若い頃に重なって見えたのだ。俺はホログラードに拾ってもらわなければどこかでのたれ死んでいたはずだ。今こうしているのも些細なきっかけからだ。ほんのわずかな掛け違いで人生はどう転ぶかわからない。だからな、あの盗賊にやり直しの機会を残したかったのだ。いや、あいつだけじゃない、他の連中にもできればな。今日は喋りすぎたようだ。これで失礼する。おお、帰ってきたな。ご苦労さん。頑張ってくれたおかげで客足が戻ってきたよ。ありがたい。そういえば最近流れている噂を知っているか。どんな噂だ。次々と野盗が足を洗っているって噂さ。そこにいる客も元野盗らしいんだが、あるじいさんに乾杯して諭されたんだとか。もしやそれって。変わったやつもいるもんだな。そうだな。